はい、どうも、メンヘラおじさんです。まあ、なんとか、一週間終わりましたというところで、明日ライブ配信やるのでよろしくお願いします。相変わらず献血なのでですね、4月20日までは、まあ、なんとか耐え忍ぶというところでございます。まあ、20日超えたらね、実は一社からは、増額ですね、借り入れの増額してもいいよっていうふうに言われてるんで、まあ、そこでだいぶ楽になるかな。まあ、借り替えて、それを使うというわけではなくてですね、なんですかね、借りて使うというわけじゃなくて、債務整理の方にちょっとお金を振り分けようと思ってて、まあどうなんだろうな。まあ7月に一応ボーナスが入るんで、その時にね、一気に清算してしまえばいいかなと思うんですけど、それまでキャッシュをちょっと多めに持っときたいなっていうところがあって、まあ私の無駄遣いとかいろいろあるんでね、です。はい。というところで、まあ、とりあえずは、20日木曜日、ですね、までなんとか生きようと思っております。で、まあ、今ですね、令和3年の12月の宅建試験を受けてました。結果としては、一問はね、なんだ、時事問題なんで、省かれてて49点中の26点というところで、点数的には、30点よりも下がりましたと。いうところですね。ただ、合格点が令和4年に比べて2点低いんですよね。34点合格なので、まあ、8問足らんかな。まあ、前が令和4年の時は6問足らんかな。で、令和2年が8問足らんかな。まあ、だからそれぐらいの実力なんだと思うんです。で、令和4年に関しては、なんだろうな、民法がほぼ全問正解というか、14問中11点取れてたんで、民法結構いけるやんっていう話だったんですけども、民法結構間違えたんですよね、今回。っていうのがでかかったのと、やっぱり2択まで絞れて、決めきれないっていうところかなというも思います。まあ、決めきれないってことは結局分かってないってことなんですけども、だから分かってないところがたくさんあるから、やっぱりいろいろ頑張らななっていうふうには思った次第でございます。はい。で、まあ、試験、と、まあ言うと試験を解き続けるってことをやるんですけども、試験と試験の合間に、まあ講座的なものを入れたいなと思ってて、一つは、マジでイケてる有機大学っていう YouTube のチャンネルがあるんですけども、あれの宅建業法、ちょっとわかりやすそうやなと思ったんで、それちょっと、ダラダラ見ながら、やってこう、ダラダラ見ながら、あるいは聞き流しながらちょっとやってったら、知識が詰まるんじゃないかなと思ったのと、あとは、あれですね、今、スタディングやってるんですけども、スタディングっていうアプリでやってるやつをですね、なんだ、講座のテキストですね。あれを改めて7000円するんですけど、買おうかなというふうに考えているところでございます。というところと、あとはまあ、10年分の過去問のアプリ入れてて、言うたらまあ、択一問題ですね。足別問題をですね、今、ちょこちょこ解いてるんで、それをまあ、進めていけばですね、どんどん、わからないところを間違えたところっていうのがですね、明らかになってくると思うんで、この半年間でちょっと回していければなというふうに思ってます。だからまあ、あと残り半年で大体、まあ、6問から8問ぐらい足らんというような現状なので、それを、まあ、どうなんでしょうね。ゴールデンウィーク明けとか、6月ぐらいには、まあ、それがあと合格点まであと4問とか、あと2問ぐらいまで、いければですね、いいかなと思いますし、まあ、この過去問をですね、ぐる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 回していって、どん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 分からんところを潰していこうというところですね。あとはまあ、そうですね、去年レックの教材買っててまだやってないやつとかあるので、そういうのを潰していきながら、どんどんわからんところは潰していこうというふうに思っているところでございます。以上です。